アフメド・アワド・イブン・オーフは、スーダンの将軍、政治家。2019年にクーデターを起こし、暫定軍事評議会の議長として事実上の国家、元首の座に就いた。それ以前は2019年2月から4月まで第一、副大統領の地位にあったほか、国防大臣の任にもついていたが、クーデターの3日後にはこれらすべての役職を失った。オーフは、 スーダン軍諜報部長官にして参謀長だったが2010年6月の軍部改革の際に解任されその後は中サウジアラビア大使に任じられた2007年5月にアメリカ合衆国が発表した制裁対象リストには王府も含まれていたダルフール戦争時に政府とジャンジャウィードの間で連絡を取り持ったことまたイランと近しいことが理由だった オーフがジャンジャウィードに関わって、暗闘の舎機による市民への爆撃、村落への攻撃、強制移住、北ダルフールのラでの集団レープを引き起こしたのは確実と見られている。ただし、ダルフール戦争に関する戦争犯罪で、多くのスーダン政府関係者が国際刑事裁判所に起訴されている一方で、オーフはこの件で起訴されていない。 2015年8月23日、王府は、オマルアルバシール政権の国防省に任じられた。2019年1月、王府は、大衆の抗議活動により解任されたバクリハさん、サレーに代わり、第一副大統領に就任した。2019年4月11日、王府は、スーダン国営テレビを通じて、政府解体と憲法停止を宣言した。 彼は2年間の暫定軍政を敷くと述べ、午後10時以降を外出禁止とした。さらに王府は24時間の領空閉鎖、国境封鎖、3ヶ月間の非常事態宣言を発令した。彼は、スーダン国会を解散させた上で、自由で公正な選挙を準備していると述べた。反対派は王府の行動はクーデターであるとして非難した。クーデター当日の時点では、 スーダンの新聞は、オーフを従来同理国防省、副大統領、スーダン軍将軍として扱っている。オーフは、暫定軍政のために設置された、軍事評議会の議長に就任したが、しかしでも参加者からは軍による、暫定政権は認められないと反発の声が強まり、文民政権への移行要求が紛失。就任わずか1日で議長を退任した。4月14日、 バシール級政権の一層を掲げる軍事評議会は王府を国防大臣から解任した。ありがとうございます。